が死んでも代わりはいるのに。ゼロ号機発進。豚骨ラーメンチャーシュー抜き。エヴァンゲリオンが今年で10周年を迎えるということなので素晴らしいことでございます。ということでエヴァンゲリオン大好きの私、そして梅さんがエヴァンゲリオンについて愛をぶつけたいと思います。はい、しょこたん、はい、いきなり綾波、私が死んでも代わりはいるのよ。出たー。このクオリティ高す。あのですね、うん、やっぱり一番コスプレしたい、うんキャラといえば綾波だったんですよ、うん、でもあのアスカは来たことあったんですよ、この制服で、はい、髪型も長いし、はい、でも綾波ってウィッグかぶんないといけないじゃないですか、うんうん、念願かなってようやく今日、いやいい年になりそうです。ちょっとカメラさん、ちょっと下から抜いてくださいよ、ちょっとこれ、ね、もうクオリティ高いですよ。ウィッグ付きっていうのがね、もう念願ですので、すごい嬉しいです。豚骨ラーメン、チャーシュー抜き、あ、言いたかったいきなり全開なんですけどもね、はい、ショコタン、エヴァはいつ頃、いくつの時からハマったんですか？ですね、ブームになってわーって盛り上がって劇場版をやるぞっていう時ですね。小学校まだ5年生とかだったんですけど、うん、夏休みかなんかでちょうど夜更かしして漫画描いてたわけですよ、うん、テレビつけっぱなしにして、うんうんうん、で、ちっちゃい時から深夜のアニメとか好きだったんですけど、うん、リアルタイムでやってるのはなんか、あ、ロボットの漫画だなと思ってしか見てなかったんですけど、うんうん、朝まとめてやってたんですよ、ブームになったので、うんうんうん、で、なんか最初の方はあ、ロボットの漫画かと思ってたんですけど、うんうん、来たーってなって、うんうんうん、途中でもううわなんだこれってで、ビデオ屋に走って、うんうん、それでちょうど劇場版が完結編だをやってる時だったんで、もうおじいちゃん連れて連れてってって言って、うんうんうん、おじいちゃん連れてって気まずい思いをしたという、うん、おじいちゃんポカーンでしょそれ、ポカーンって、うん、じゃあ本放送でハマったわけではない。そうです、なんとなく覚えてるけど、うんうん、本放送では分かんなかった。あ、じゃあ深夜とかのまとめて一気に放送した時に、あ、一気に見てハマるって感じですよね、今って。だから一気に見て、それで何回かビデオ、うんで借りて何度も見て、で DVD でまた出たのを見てとか、いろいろハマって、で小学校5年生でしょ。そうですね、そこからもう初号機のプラモデル作ったり、うん、もうずっと。でも小学5年生にしてはあのお話って結構難しくない？セリフとかも。いや、やっぱ最初の方ってバトルとかが熱かったじゃないですか、キャラクターも元気いっぱいで、うんうんうん、後半悩んでいくじゃないですか。でちょうどそのバトルで熱く、なんかみんな分かるってところから入って、うんうんうん、そこからあのみんな悩んでいってって感じだったけど、それでも困りましたね。本当。で周りの友達はどうだった？なんか、うん、あの小学生だったし、うん、なんかこうほらあのちょっと大人なシーンが話題になったじゃないですか、うん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 、それがあったせいで、うん、エヴァとか言ってるやつなんだよとか言っててだからハマったとか言えなくて、うんうんうん、ああそうだねとか言ってそうなんだ。学校にアスカの髪型して行ってたんで、はい、うん、じゃあどうキャラでは誰が好きなんですか？ヒューガさん。ヒューガさんなんだ。ヒューガ誠。ヒューガさん一押しです、ね、でも
しょこたんの好みで言うと、そのトランクスセフィオス系のそのロン毛銀髪系じゃないのに、そうなんです。なんでヒューガ梶さんに行くかと思いきや、うん、ヒューガスかっこいいっすね。声といい、うん、なんかあの真面目そうなところといい、うん、たまんないっすね。大好き。ヒューガさんなんだ。最初に見た時からヒューガさん で、うん、であとやっぱアスカですね。あ、アスカなんだ。大好きアスカ。え、でも今日は綾波、あのアスカ来たことあったし、うん、やっぱあのコスプレ好きの女の子は、うん、もう日本中の女の子が綾波コスに憧れてるんですよ、うんうんうん、もう念願です。そうなんだ、はい、制服とプラグスーツではどうの、どっちが好きなの。やっぱプラグスーツを着たいですよ、うん、こう、うんうんうん、しかもできればここをプシュッてやりたいみたいなのがあるけど、うんうんうん、やっぱね基本は制服。本当は今日も包帯巻きたかったです。好きなセリフとか、なんかそういう決めシーンとかあるんですか。このシーンが好きです。